はい、どうも笹原です。今回は老化して丸くなった猫背の背中をまっすぐにする効果抜群のストレッチ3選についてお伝えします。昔から自分はちょっと猫背だなぁと思ってたけども、最近特にどんどん猫背が進んできたなぁというふうに気になってないですか？特に猫背のような悪い姿勢は周りから指摘されることもあると思うので、指摘されればされるほどどんどん気になってくると思います。ただどうすればこの猫背の姿勢が良くなるかわからない。だからとりあえず胸を張って姿勢を良くしとこう、このように思われる方が非常に多いんですけども、実はいくら胸を張る姿勢を意識したところで猫背が改善することはないんです。さらに猫背が進んで背中がどんどん丸くなってしまうと、見た目が悪くなってすごく老けて見られてしまったり、あとは腰痛や膝の痛み、首肩の凝りの悪化につながったり、お腹部分がどんどん圧迫されて内臓の不調につながったり、このような様々な不調にもつながってしまうんです。ではどうすれば猫背が改善されるのかというと、実は猫背にはある2つの骨の位置というものが深く関係しています。この2つの骨の位置を正しい位置に改善するストレッチを今回3つお伝えします。この3つをしっかり実践することによって猫背の根本的な改善につながりますので、ぜひこの動画最後まで見てもらって一緒に実践していきましょう。このチャンネルでは20年後30年後も自分の足腰を保つための情報を日々発信しています。この動画最後まで見てもらってよかったという方はグッドボタン、あとチャンネル登録もよろしくお願いします。では早速、猫背にすごく影響する2つの骨とは何かというと、肩甲骨と呼ばれる骨です。肩甲骨はこの肩の後ろにある2つの骨なんですけども、この肩甲骨という骨の位置が本来の位置よりも外側に行くことによって猫背がどんどん進行してしまいます。で、この肩甲骨の位置が外側に行ってしまう理由というのが大きく2つあって、まず1つ目が前での作業、特にデスクワークなので作業をしている時に腕が内側に入ってしまう、この姿勢で長時間作業することによって肩甲骨が外側に開いてしまいます。これは具体的にどういうことかというと、まず手を内側にこうやってねじることによって肩甲骨の骨がそもそも外側に行くように作られてるんです。さらに前の作業が多いと、この胸の筋肉が前にこう縮んでしまうので胸の筋肉が硬くなりやすくなります。さらに前で作業するとこの脇の部分もどんどん固まってしまう、この脇の部分の筋肉と胸の筋肉が硬くなってしまうと、さらにこの肩甲骨が外側に移動しやすくなってしまいます。なのでこれらを改善するために腕を内ではなくて外側にねじるようなことをしながら、この胸の前の筋肉であったりとか、この脇腹の部分を伸ばすようなストレッチを実践していく、これが猫背改善に重要になってきます。で、もう一つの肩甲骨が外側にいてしまう理由ですけども、それは普段の座る、特に姿勢なので、だらーんと悪い姿勢座る時間が多い、これも肩甲骨が外側にいてしまう理由になりやすいです。これは具体的にどういうことかというと、まずこの骨盤というここの骨です。ここの骨が前にこう倒れるような状態になると肩甲骨は内に寄るようにできています。しかし椅子や、あとは柔らかいソファーなので、前じゃなくて後ろに、このような形で悪い姿勢で座ってしまうと、この骨盤が後ろに倒れた時というのは肩甲骨は外側に開くようにできているんです。つまり普段座る姿勢がこのように悪い状態で長い時間過ごすと、骨盤は常に後ろ側に倒れた状態になるので、肩甲骨は自然の外に開いてしまって、その時間が長時間続くせいで猫背、背中が丸くなるというのがどんどんと進んでしまうんです。なのでこのような状態を改善するために大事なのが、この座る姿勢を意識しながら、さらに猫背が進んでいると、このお腹の前の部分が縮んでしまってますので、ここを伸ばすようなストレッチを実践していく、これが猫背改善に次に重要になってきます。ではここまでで猫背、背中が丸くなってしまう根本的な理由を深く理解していただいたところで、次はじゃあこれらを改善するためのストレッチの方法を3つご紹介しますので、今からこの3つのストレッチを一緒に実践していきましょう。では早速、猫背を改善するためのストレッチ1つ目のやり方についてお伝えします。まず右側のストレッチをするときに、反対の左手をこの
胸の前に鎖骨というこの骨があります。この骨の下の部分を外に行くと止まる部分があります。この部分に親指を当ててください。で、この4本の指でこの脇の部分をこのような形で挟みます。で、こうやってこの手でギューッとですね、ギューッとこの部分を押して挟んだ状態で、次はこの手ですね、手を外側にぐーっとひねります。で、ひねった状態で次に腰をぐっと反らずに、なるべくお腹をキュッと引っ込めた状態で、この外側にひねった腕を次は後ろ側にギューッと持ってきます。ギューッと持ってくると肩甲骨が内にグーッと入る感覚がわかると思います。で、この状態で肩甲骨が内にグーッと寄って、胸の前がグーッと伸ばされてした状態で、この位置で15秒間この位置をキープします。で、この時のもう一つの注意点ですけども、体がこうやって回ってしまうとしっかりと伸ばされないですので、体はしっかりまっすぐの状態のままで、お腹は突き出さずにへこましてしたまま、腕だけぐーっと後ろに持っていくですね。この意識を持ってストレッチをするようにしてください。これを右15秒、左15秒を1セットとして、できればまあ2セットほど実践して、しっかりとこの部分を緩めてください。では今から右15秒、左15秒の1セットを一通り実践していきますので、この動画を見ながら一緒にやっていきましょう。まず右側からいきますね。手を先ほどの要領で、押さえてですね、ぐーっとつまんでいただいて、で、手を横にしてもらって、手を外側にぐーっとひねります。で、ひねった状態で腕だけぐーっと後ろに持ってきて、で、自分のいけるところで止めてもらって、これ15秒間静止します。では15秒いきますね。はい。はい、15秒経ったのでゆっくりと戻します。では次反対も同じ要領でいきますね。まず手でこの部分をギューッと押さえてもらって、で、腕を外側にひねります。ひねった状態で腕だけ後ろにグーッと持っていって、で、これで15秒カウントしていきます。はい、はい、では15秒経ったので戻します。ではこれが1つ目のストレッチになります。はい、では猫背改善のためにやってほしい2つ目のストレッチのやり方についてお伝えします。で、次はこの脇腹の部分をストレッチしてほしいですよね。まずはこの伸ばす側の手ですね、手をバンザイしてあげてもらって、で、手のひらを前ではなくて後ろ側に持ってきてください。で、次反対の手でこの手首の部分を持っていただいて、で、この状態で体重をややこの手の伸ばしている側の足ですね、足の方に体重をかけます。で、この状態でこの手を斜め上に引き上げるようなイメージですね、横に倒すというよりは引き上げるようなイメージを持ってもらって、徐々に横に倒していきます。で、この時にこの腰の部分を ややこの手の方にぐーっと倒していきます。するとこの脇のラインがしっかりと伸びてくるのを感じます。これが伸びてるなと感じるところで、これも15秒間この位置をキープします。で、15秒経ったら戻す。これも同じ要領で左右1セットとして、できれば続けて2セットほど実践してほしいです。ただ中にはこう上げるときに肩が痛くてできませんという方もいると思います。そういった方はこういった壁などに手をついてもらって、で、ここの腰の部分をゆっくりギューッと倒していく。で、その中で手をちょっとずつ上にして、肩が上がる位置まで手の上に持ってきてください。ただあまりにも痛い時は痛い手前までにしてもらって、できるだけここの腰の部分をグーッと突き出すようにしていくと、この脇のラインが伸びてきますので、こういったやり方で実践するようにしてください。では今から15秒左右1セットを一通り実践してきますので、この動画を見ながら一緒にやっていきましょう。ではまず左側からやっていきます。左側のこの手の部分を上に上げてもらって、で、手のひらを後ろに持ってきて、で、反対の手で手首を持ってもらって、で、体重を左側にかけながら、右斜めに引き上げるイメージで腕をぐーっと持ってきます。で、この時に腰を横にぐーっと突き出して
で、脇のラインが伸びてるなって感じるところで止めて15秒キープします。では行きますね。はい。はい、じゃあ15秒経ったのでゆっくりと戻します。で、一呼吸置いてもらって次反対の右側行きますね。右手上げてもらって手のひら後ろにして、で、手首を持ってもらって、で、右に体重かけてぐーっと横に斜め横に倒していって、で、腰をぐっと突き出して、で、伸ばされているなって感じるところでまた15秒キープしていきます。では行きますね。はい。はい、では15秒経ったのでゆっくりと戻します。ではこれが2つ目のストレッチになります。では猫背改善のためにしてほしい3つ目のストレッチのやり方について最後お伝えしていきます。では早速やり方ですけども、まず椅子なのに座っていただいて、で、この座った状態でまず骨盤を後ろにだらっと倒してしまいます。で、この後ろに倒した状態からいきなり前にして胸をグッと張るというわけではなくて、頭のてっぺんから、特に顎をちょっと上がってる人は引いてもらって、引いた状態で頭のてっぺんから上に引っ張れるようなイメージでこの腰をギューッと起こしていってください。で、起こしてもらったら次に足は開かずにできるだけもう閉じといていただいて、で、この状態で手をお腹に当ててもらって、で、おへその下の部分に片方の手を当ててもらって、反対の手でこの溝落ちあたりですね、溝落ちあたりを持ってもらって、この皮膚をキュッと上下に引っ張るようなイメージだけです。無理にグーッと伸ばすのではなくて、皮膚を引っ張るぐらいの意識でギューッとこのお腹の部分を伸ばしてください。で、この時に腰をグッと反ってお腹を伸ばすのではなくて、手で皮膚をギューッと伸ばした状態のまま、腰は反らずにこの頭からグーッと上に引っ張られてる意識だけ持ってください。引っ張られる意識を持つだけでいいので、その状態で手でお腹の皮膚をギューッと上下に伸ばして、で、この位置のまま15秒間この位置をキープします。で、15秒経ったらちょっと手を緩めて少しリラックスする。で、軽くリラックスしてからもう一度ギューッとですね、お腹の皮膚の部分を伸ばして上に引っ張られている意識を持つ。これもできれば2セットから3セットほど実践してください。では今からこのお腹のストレッチのやり方も1セットですね、一通り実践してきますので、この動画を見ながら一緒にやっていきましょう。ではまず椅子に座ってもらって、まずはだらーんとですね、楽な姿勢にします。で、この状態のまま顎を引いてもらって、頭のてっぺんから一人上に引っ張れる意識を持って、骨盤をぐーっと前に起こしていきます。で、足を閉じてもらって、お腹、手でおへその下の部分と溝落ちの部分に当ててもらって、で、上下にぐーっと皮膚を引っ張る意識を持ってもらって、頭のてっぺんから糸で引っ張られているイメージで上にぐーっと引き伸ばす意識を持ちます。で、この状態で15秒キープします。では行きますね。はい。はい、で15秒経ったので力抜いてリラックスします。では以上で3つのストレッチは終了になります。お疲れ様でした。はい、では実際この3つのストレッチやってみていかがやったでしょうか。最後に今日の内容を簡単にまとめると、まず猫で背中が丸くなってしまうのは、普段前でのこういったデスクワークなどの作業で腕が内側にねじられてしまって、で、それに伴って胸の前の筋肉であったりとか脇腹の筋肉が固まってしまう。それに伴って肩甲骨が外側に開きやすくなるせいで猫背が進行しやすくなります。なのでこれを改善するために、胸をのところに手を当ててぐーっと外側にひねりながら伸ばすような胸のストレッチを実践して、で、さらに腕を内側でなくて外側にねじって伸ばしていくということをしていく。で、さらにこの脇腹の部分を伸ばすストレッチをしていくことによって、肩甲骨を外側に引っ張ってしまう筋肉が緩んできますので、猫背改善につながってきます。で、さらに肩甲骨が外側に開いてしまう理由としては、この座る姿勢が悪くなって骨盤が
後ろに倒れてしまう姿勢が続くことによって肩甲骨が外側に開きやすくなります。でそれを改善するためにこう骨盤を前に起こして、でさらに猫背が進行することに伴うお腹の前が縮むという部分を伸ばすためにお腹のストレッチを実践していく。こうすることによって骨盤の姿勢の改善につながって肩甲骨が外側じゃなくて内側に寄りやすくなるので猫背の改善につながってきます。で、ほんと背中丸くなって猫背が進行してしまうと見た目がすごく悪く見られたりとか、あとは腰痛とか膝の痛み、首肩こりがもう根本的に解決されないというふうになってしまいますので、ぜひそういったものの解決のために今回お伝えした3つのストレッチを実践していただいて、なかなか改善されない猫背の改善につなげていただければなと思います。動画最後までご視聴いただきありがとうございました。動画を最後まで見ていただいた方に関節痛を自分で解消して杖なし、手術なしで一生自分の足で歩くための3ステップ動画講座という3本の動画をプレゼントしています。そちらが下の概要欄にある LINE 登録いただくと受け取ることができますので、興味ある方は下の概要欄もぜひ覗いてみてください。では動画以上になります。次回の動画でもお会いしましょう。さよなら。